こんなレポートを提出した経験はないでしょうか。一見、木彫りに見える電書バトのクルックーちゃんに託し、足にくくりつけた筒の中に忍ばせたレポート。赤外線を使わないと全く読むことができないレポートなどなど。受け取ったのは京都市立芸術大学の田島達也教授。 毎年手紙形式でレポートを書くという課題を出していましたがさすが芸術大学の学生たち今年一番苦労したのが年度版に刻まれたレポート5000年以上昔のメソポタミア文明で使われたくさび型文字です読み解いた内容は高校時代に読んだ漫画の話とか書いてあってなんかこの見た目とのギャップがまたすごいなという。